よっしゃ、ちょい瓶のあれも取ったし、今から晩酌とか取ろうかな。あ、はい、どうもパティマス協会でございます。というわけで本日は氷結土佐文旦とお好み焼きで飲んでおります。これローソンで買ってきたお好み焼きね、冷凍のやつでした。まあ詳しくはちょい瓶であげますので、そちらをご参照くださいませ。最近だからちょいビニドっていうからさ、コンビニ行く回数が増えてさ、でスーパーでお菓子買わなくなったでしょ。でお惣菜買おうと思っても、まあ、ちょっとコンビニとかないかなと思ってしまうようになってさ、まあまあ食費上がっていいんやけど、コンビニって割高だわ。もうそのくせさ、コンビニ動画だま再生されないんです。2,3000円。3,000円いけばいいとこですよ、あのね、マニアチャンネルの酒無双もそうやし、コアな人って俺の動画的にあんま再生数少ないもん好きよね酒無双好きってすげえ言われんねんけど、酒無双そんなに再生されないもんねなんなら普段適当なもん食って動画上げてる昼飯動画のめっちゃ再生されるからね、そっちの方まだね、先もそれに比べたら、不思議なもんですよ。マニアになるほど、ま、ほんまにマニアックな動画を好きというね。まあ酒飲みが多いんやろな、うちの動画ね。あ、すみません、今日鼻がねムズムズしてるんです。猫アレルギーなんで鼻が痒い。でね、今日はね、本当はちょいビニやろう思ったんやけど、こっちでやろう思ってさ、あの動画やったでしょ、おっさんのあのクソの日のやつ、ぐうたらするやつね。それでもこれ言ってたけどさ、あ、言ってないよこれ、何言った、マニアチャンネルのおっさんの一日の試作活動動画で言ったんだけど、これをね、まあ食べようかなと思ったんですよ、その時に。グータラしてた時に、だからほんまこれちょいビニ入れようと思ってたんやけど、まあ食べてないんだよね。この晩酌動画でやるわ。いや俺これね、普通にうん懐かしいな、なんか懐かしいな、昔からあるもんね、これね。エビミニ、変わらない味やね。これどこが元祖なの？三河屋。これね、どこがこれ持ってんねやろ、著作権的なやつ。1袋7枚で184キロ、これ全部食べても握り1個分ぐらい、でこれね、そうしたかったんじゃないの、ここにね、ちょうどこれ持ってきたから、もう今やっちゃおうと思ったら1回が取れないけど、もうめんどくさいからね。ドロソースを塗りますで、もう分かるでしょ、お察しの言い方は。絶対うまいでしょこれもううまい、これでうまいやん、もう絶対に。泥ソースをねこう塗りまして、でここになけなしのマヨネーズ、もうこれなくなりかけのマヨとか使いにくくてしゃあないわ、マヨ。もううまいやろこれでこれでもうまいやろ、もうこれでうまいもん、もう絶対にね、お前をほんまあの細いノズルから出るシャーってなるやつをさ振ったらさ、もっといいんやろうけどな。まあそれあれ俺前使ってるけど、どこ行ったか分かんないけど、もう捨てたわ、捨てたからさ、買ってないからさ。これ箸もうまいもん、だって箸がうまいもん、これ食えっかな思ったのにこれ、でかつお節をかけまして、
や、これとかもまあまあ楽しみでしょ、こういうの。いや、楽しくない？いや、楽しいと思うよ。俺は少なくとも楽しい。こういうのして食べてみるっていう。たかだかおやつ。たかだかおやつやけど。これやんのめんどくさい人もいると思うけどさ。ちょっとめんどくさいぐらいの方が美味しい時あるやん。なんか、そういうのね。うん、やってみる楽しさ。青のりかけて、青さね、かけて、あれやばいわこれ、これやばいわ、やばいやつだ、粉落ちるな。どうでっか TV やね、これ。食べます。タコせんべいあるやん。うん、これめっちゃやってみたかったよ。あ、お祭りの時のタコせんみたいな感じ。ほんとね、タコせんなんかわからんのうまいやん。あれタコ入ってんのかな？入ってないよね。入ってないと思うけどな。全然違う。全然違う。ちょっとしつこくなっただけやった。なんやねん、俺の夢打ち砕きよるな、こいつ。普通に食った方がうまかった。しつこくなっただけで、絶対こっちだけうまい。うん、こっちだけのうまい。ないんやねん、俺のこのワクワク感返してくれや。絶対うまいって。もこれめちゃくちゃいいアイディアやと思ったのに。これだけ日本うまいやん。でもこれ自体結構味がついとるから、しつこくなんやろな。これでうまいもん。多分タコせんこれだけいうことはすげえ、あの、そっけない味ないよね。うん、めちゃめちゃ期待したのに。絶対うまいもんだもんな。やっぱ土台がね、それなりに淡白な味でないとダメなところだった。もしかしたらもうちょっと違うやり方、ソース少なめにすると、マヨ少なめにしたらもっとうまかったのかもしれんけどさ、まあ、お好み焼きもだけどソースかけへんかったらなんかもうすげえ味気ないやろしな、これな。だからこのソースとあれがうまいよね。ソースとマヨとかかけたらうまい。カルビとかもそんなあるやん。肉しょぼかってもタレでうまいみたいな。タレでうまくなるようなもんはやっぱベースがしょぼくないだからな。うん、カルビは普通に焼いてもうまい肉はうまいけどね。やだー、もうなんか俺の夢打ち砕かれたわ。夢って俺のなんかワクワク感。今持ってきたのに、持ってきたのにちゃんと泥ソースも持ってきたの。これにかけるためはあったけどね。ちなみにあのソースと鰹節が入ってませんでしたから。豚肉1枚もんな、これ豚バラ1枚でしょ、これ。ちょっともうさ、もう切れたらよかったな。最後豚肉でこれで終わろう。もうテンションが下がった、うん、申し訳ないけどテンションが下がってもた。ちくしょう、
絶対うまい思ったのに。エビみりんにタコ製みたいなのうまい思ったのに。マヨがいらんかったんかな、もしかしたらな。うん、うまいわ。鼻水がよう出るからもうこれ辺にします。というわけでちょっとセンチメンタルになったパテモス協会でございました。ごちそうさまでした。皆さんも良い晩酌をお続けくださいませ。